はい、皆さん、こんにちは。こんにちは。シャーキン兄弟、兄のハイです。弟のネナです。はい。番長3の設定狙い。そうですね。やってますね。で、まあ、初めての方もいらっしゃると思うので、右下のパトランプ見てください。これが光れば、はい、ゲリラプレゼント企画開催になります。はい。これ赤じゃん。いや、赤だ。番長し、もう一発終わらしてるやん。あれ、一回しか出ろない。そんなことじゃないのか。正直5狙いよな。これはね。覚えてない。結構前のじゃん。結構前ですね。12月31日。なんでまあ、結構前だと思いますね。今はなき番長3。もうこいつ最後までタコ負けしたんじゃん。間違いない。何言っても勝てなかった。設定狙いをすれば5万負け。ガチでマジで勝てなかった。こいつ唯一あの6打った時だよね。まあそうだね。しかも6もあれ別に3年前ぐらいそんぐらいだったよ。いや、それじゃないやつ。それじゃないやつ。いや、設定狙いしなかったけど番長クソはつい店があって、でたまたまハイエナみたいな感じで狙ったらタコ出ししたっていう。あーあった、ね、あれ多分6。あれでも打ち切らなかったっすね。時間も時間だったんで。まあちょっと設定6に連続で負けたんでね。今もうちょっと稼働休んでますよ。全然ちょっとやる気出なくて、単純にモチベが下がって、まあちょっとまあゆったり稼働していこうかなと思います。そうですね。なんかもう本当に今月22台くらい絞る積もってね、結構打ったんですけど、まあついてこない数字が。しかも結構6言ってますよ。まあ、ほぼ56ですね。ほぼ56っていうか、まあ4と56が半々ぐらいだ多分。そうでもないか。いや、全然そんなんじゃない。割と6あったか。まあ期待値計算してゲーム数換算しても、まあ2人で40万ぐらいだっけ。いや、60万なんだ。60万ぐらい下振れてましたね。ちょっときついっす、マジで。んで、まぁ、ちょっと、これが3ヶ月ぐらい続いてますよ、今。なんで、ちょっとガチできついんで、ちょっと、まぁ、あ。だからまぁ、動画の方もね、ちょっと遅れちゃって、申し訳ないですけどね。てかもう、プレゼント比較できる状態じゃないんですよね、今、現状。で、なんか、いや、トレーナー、服買ってくださった方いらっしゃるんですけど、まあ、ちょっとね、先になっちゃうかもしれないですね、プレゼント企画が。はい。もう本当に申し訳ない。まあ、しょうがない。人間だからやる気出ない、正直。ぶっちゃけた話。まあ、ちょっと他のところで、収益っていうか、まあ、お金を稼ぐっていうのを僕はちょっとシフトしたりして、ちょっとメンタル回復してますね、ちょっと。なんか時間の無駄に思えてきちゃうよね。時間の無駄なんだけどさ。まあ、出なきゃね。出なきゃやっぱ時間の無駄になっちゃう。どうしても。だって、まあ、本来さ、4万5万勝てるところをさ、4万負けてきてるんだもんね。まあ、それだけでね、8万。8万でやる気してる。8万から10万ぐらい。まあ、本当ガチなこのテンションなんだけど、まあ、チバリオがマジで上振れたんで、まあ、チバリオだけの動画出してるんですけど、まあね、あれは相当上振れてると思うんですけど、まあ、あれの3倍ぐらい下振れてますね。そうだね。あれはまあ、異常に勝ってた。マジで。まだ、あの動画だけ見てる方からすると、これ勝ち動画しか上げてないんじゃないですかみたいなコメントいただいたんですけど、まあ今の感情、現状見ていただければわかる通り、まああんなん、あれが唯一の僕たちの上振りです。人生の中での唯一やな。ガチで。あれはな。あれがガチで人生の唯一の上振りだと思う、本当に。まあ俺はそんなでもないけどな。縛りに関しては。すんごい。すんごいっすね。僕が今月勝ったのが、アネモネの6打ったのぐらいしか、基本多分勝ってないです。ハイエナ設定で合わせたな。うん。まあ、ハイエナもまあ、ちょいちょいしか、多分2、3回勝ったので、
まあ、通しては価値はあんまないな、ほんとに。やばいっすね、マジで。なんで、まあ、まあ、リアルな近況報告はこんな感じです。はい。しかも設定狙いだから、もうガチで1日フルで売ってるんで、動画の更新もちょっと遅くなってるって感じですよ。そうね。本当にもう 6とか、もうマジで本当に毎日。ま、打っちゃ、積もっちゃうから打たなきゃいけなくてっていう、で、さらに勝てないっていう悪循環でこうなっちゃってる感じです。うん。もうしゃあないですけどね、マジで。割と本当に稼働した日は毎日積もってるぐらいな感じなんだけどね。まあ後積も含めてね。まあ設定狙いしに行った時はほぼ積もってるな。うん。日頃はまあ間違いなく積もってる気がする。まあ、4捨てたりしてるしね。まあ、4捨てたりしてる。まあ、聖夜の4とかは、まあ、勝負打てないんで、もう。まあ、あれだったら、やばいよね。まあ、あれだったら、まあ、ハイエナした方が、まあ、でもハイエナも今きついんですよ、僕たちの地域が。まあ、別に移動し、地域変えればいいじゃんって話になると思うんですけど、まあ、そういう気にも置けないんで。でもな、まあ、なんか、ある程度全体的にハイエナ厳しくなってる気がするけどね。やっぱなんか5号機のついでに6号機打つ人はいたと思うんでね。でもまあ、もうぶっちゃけ設定狙いのが今、もう期待値取れるんですよ、トータルで。なんで設定狙いを多めに今比重シフトしてるんですけど、まあそっちもそっちで悪循環になっちゃってるって感じなんで、まあ今現状はまあリアルな感じでこんな感じですよ、ほんと。まあね、これは知らんけど。これ結構古い動画なんで。はい。この店暑かったのすごいね。1週間ぐらいね。あんま覚えてないけど。俺もほぼ覚えてないよ。マジ？あれだよ。まあ、お店は言えないっすね。まあ、そうだね。熱いところの対抗みたいな感じやな。なんか俺も打ってんの？番長3。あ、打ってるはずよ。二人で番長3。打ってない。うん。積もってるこれ。まあ、4人で打ってるけどしかも。あ、積もってはないかな。俺は打ち切った、これ。ちなみに。番長？番長。ほぼ打ち切り。もう僕覚えてないですね。申し訳ないですけど。結構古いです、これ。あの、チバリオほどじゃないですけど。まあ、そろそろ、だから大生産の儀しないと、感じっすね。いや、本当に申し訳ないですけど、大生産の儀をしても、そこまで入らない。あ、ボックスにね。入らんっす。だって、もう、入らない気がする。僕はまあ、もう本当最低限の生活できるぐらい勝ってますけど、弟に関してはもう勝ってないですからね。基本。うん本当に。まあまあ。5万浮いてるか浮いてないかじゃねえ、お前。入れらんねえじゃん。5万浮いてないぐらい。入れらんねえじゃん。やばいよ、本当に。3ヶ月合わせたらもう6、5、6、4、5、どんぐらい積もってんのって話だよ。まあ、バチクソ積もってることは間違いない。うん、本当に積もってる。はい、お疲れ様です。12月31日の稼働があったので生産の業を始めていきたいと思います。はい、今日の収支なんですけど、1人当たりプラスの1300円でした。いやー、まあね、番長水打ち切ったんですけど、まあ設定はまあ何とも言えないみたいな感じですね。はい、まあこの中に入れる分はね、やっぱ月末にまとめていれるので、今回の変動はないです。はい。ということで、終わりたいと思います。